はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くするおすすめのアイテムを紹介しようと思います。まずですね、ふくらはぎ、皆さんね結構細くしたいと思うんですけども、大体皆さんどういう形をしてますかね。例えば卵の形をしたふくらはぎとか、まん丸とか、あとは足首は細いけどそこからふくらはぎが一気に太くなってるとか、あとは徐々に太くなっていってるとか、いろんな形がねあると思うんですけども、やはり一番綺麗なのは足首から膝にかけて少しずつ太くなっていっている、そしてまん丸ではなく、まあ少し楕円形の形をしているっていうふくらはぎがね、一般的には細くて綺麗な足です。そうなるためにですね、まず大切なことがあります。まずはふくらはぎをしっかり伸ばすことです。やはり鍛えてばっかりいたり、例えば足の筋肉がなくって、太ももの筋肉がねなくって、足をあんまり上げずに足首だけで歩いてしまっている人っていうのは、ふくらはぎがねいつも疲れている状態で太くなってます。もうまん丸になってます。こういった場合の人がふくらはぎを鍛えるともっと太くなりますし、あとはむくみのために歩いても太くなります。まずすることはマッサージも大事ですが、ストレッチが一番大事です。マッサージというのはね、一時的に柔らかくすることなんですけども、ストレッチをしてしっかり筋肉をね伸ばしていれば、マッサージしなくてもいいぐらい疲れない足になります。で、今回ね、まあ、例えばタートルはですね、こういった、これはこういったね、マスターストレッチシューズって言うんですけども、こういった靴を履いてこういう風に足首をね動かしてふくらはぎをストレッチします。ただこの靴はちょっとね手に入りにくいので、一般的な方にはねおすすめできないんですけども、まあ大体3万円ぐらいですかね、するんですけども、これじゃなくってもこういう斜めの状態で足を乗して、こう前かがみになってですね、ふくらはぎを伸ばすやつが大体 Amazon とかで1500円ぐらいでね多分売ってます。1000円ぐらいかな。かかとをねつけてつま先上げた状態でしっかり前かがみにできる、よく銭湯とかにもね昔からあった分なんですけども、あれでですね毎日伸ばすだけで確実にふくらはぎが細くなります。確実に。マッサージしても細くならない人はもうぜひやってもらいたいです。こういった45度ぐらいの台の上に足を乗して前かがみになる、それでふくらはぎと膝の裏がしっかり伸びるんで、例えばですけどこうやってつま先を上げてこう前かがみになっても、つま先を自分で上げてしまっているんで、やはりちょっと伸びるのには限界がねあります。ただその台に乗せると勝手につま先が上がった状態になるので、それでしっかり前かがみになるとふくらはぎはしっかり伸びます。で、伸びるってことは血行が良くなって緩むんで、むくみも取れますし、あとは疲れにくくなります。緩んでますんでね、筋肉がね疲れにくくなります。なのでぜひね、こういった45度になっている台を一応説明欄に貼っときますけど、まあどっかで手に入れてもらって、ふくらはぎを毎日伸ばしてもらうと確実に細くなります。なのでふくらはぎが気になる方はぜひ試してみてもらえたらと思います。ぜひコメントもください。タートルでした。